あの小学4年生の時にソフトボールをやってて、その時に差し入れでこんにゃくゼリーをもらったんですけど、で当時そのこんにゃくゼリーってあの表記に危険だとか、なんか飲み込むのを気をつけてくださいみたいな表記なくて、で私がその食べたのが今でも覚えてるんですけど、アクエリアス味のこんにゃくゼリーで、そう小学生の時ってそんなにこんにゃくゼリー食べる機会なかったっていうか、まあ なかったわな、から何かなんだろう、よくわかんないけど、あのカップ持ってこんぐらいのサイズの、あのこんにゃくゼリーだったんですけど、それを飲み込んで、あここら辺にあの居候しててゼリーがで、それでなんかあの最初飲み込んだ時はあのなんだろう、なんか詰まったなみたいな感じで、なんか息がやっぱできんかったの。待った時は痛くはないけど、その声がまず出なくなる。そのなんかあの笑っちゃダメだけど、あのここにゼリーいるじゃん。で喋ると、あのこの今発声できてるじゃんね、普通に。なんかルル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 みたいな、本当にそう、あの喋ってもルルルルみたいな、本当笑っちゃいけないんだけどね、あのルルルみたいな感じの声しか出なくて、声というかもうただゼリーが邪魔してるから、その声にならない声ってわかるかな。そのお母さんのところ行ってジタバタしたの。そしたら背中をお母さんがバーンってやって、ちょうど多分首の下くらいかな、本当にを勢いよくバーンって言って、でその反動であのゼリーがバーンって出て生きてるみたいな実感しました。だからこんにゃくゼリーをマジであの舐めてると本当に死にます。一人でいる時こんにゃくゼリー食べると多分もうあ死んじゃうかもしれないから、あの誰かいる時に一緒に食べてください。